はい、ゲーセンスをやっていきますということで、まあ、ティーダはねちょっと別に動画出す必要ないかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなら流れでねどんなもんなのかって見ていこうかなと思います。まあ、一応ねレベル40にはしてきました。まあ、とにかくティーダーさ、やっぱさ、ユーナとかがさっき見てきたんですけど、ユーナ結構ぶっ壊れ性能だったんで、まあ、その分ティーダーはね、トラマスがやっぱり、優秀だなって思います。うん。まあ、比較的優秀、ね、性能自体も優秀だし、まあ、性能が優秀だな。性能が優秀っす。うん。トラマス欲しいなって思います。装備可能キャラも多分全員で、全員っぽいっすからね。うん。ウォーミングアップもまあ使わないと思うけど、まあ装備させるキャラによってはね、まあ全然これもありなんじゃないかなと。いや結構これありだよね。うん。やっぱエルデとかさ、まあああいう、なんかクリティカル高いやつにつけたら、強そうな気がします。まあティーダはね、まあユーナと違ってイラストいいっすよね。うん、すごくいいです。いやー、美しい。ティーダ美しいわ。いや、もうイラスト最高だよね。いや、ほんとアートブックさ、Kindle で出てたら買うんすけどね。出てないのかな。いやー、イラストいいね。美しい。最高。そしたら次、3D。なんかね、ティーダはまあ色黒、確かに色黒だよね。なんかシーンに、ティーダのさ、色黒具合って、なんか場面場面で結構変わってくるよね。まあ 3D のグラフィックもねかっこいいね。いや、やっぱゲームセンスといいよね。これ眺めて、しのちゃんこれを眺めるだけのゲームだと言うたら思ってるんで、うん、どちらかというとそこら辺を重視してるんでね。うん、こういうの大好きなんで。いやー、いいね、いいね。いやー、いいよ。よし、じゃあ、性能ね、ステータスが。まあ、ちょっとしのちゃん、あんま PVP やんないんで、ステータスそこまでね、頭に情報入ってないんで、全キャラの。ステータスはとりあえず置いといて、とりあえず何マス？あ、さ、ムーブ3なんだ。ティーダだからよ、ね、ジャンプかムーブにしろ。3-2 だったりさ、4-1 くらいあってもよかったかなって感じしますけどね、ティーダならね。魔法に弱くて、ザンダー、射撃に強めと。で、まあ、属性ね、まあ、雷に弱くて、火に強い。で、眠りと混乱に強くて、ストップも、やや強いって感じですね。まあ、悪くない、ね、まあ、基本的に悪くないというか、みんなそれぞれね、一長一短なんでね。大切なのはアビリティボードです。しのちゃんが重視しているのはアビリティボードです。とりあえず、ティーダは、ガード、エイブスエースと、パラディンと、サムライ、クリティカルパス、対象にクリティカルが発生しやすい、ダメージ範囲広い。これもありだなあ。これを考えると、トラマス装備全然生きてくるね。うん。トラマス装備のクリティカル発生率、ダメージアップ。あと励ます持ってんだ。フィーナお役ごめんになっちゃったね。あ、違う。この励ます、フェイスじゃない。味方の攻撃防御力アップ。うん。あれ？同じ励ますでも、フェイスじゃないですね。うん。まあ全然いいよね。使いどころはある。あ、しのちゃん好きなブレードバッシュ。あと、野鳥を持ってると。どうだろう？こいつ回避運用とかできんのかな？で、セイントウォール持ってて、ヒエ持ってる。スリプルバスター、睡眠効果、クリティカル発生時確率で
3ターン対象に睡眠効果、クリティカル発生しないと、睡眠、ただどうなんだろうね、結構何気に睡眠の確率高そうだけどね、これフェイス関係あるのかな、ちょっとわかんないですね。クリティカル発生したら確率で3ターンなんで、フェイスとかの絡みがちょっとわかんないですけど、結構何気にクリティカルさえ発動すれば発動しそうな気がする。でスパイラルカット、対象のマスに移動して自身のクリティカルダメージアップ後に対象ダメージ中で、先進持ってる、クイックトリック、これがね、放送でやってた、CT ダウン、1ターン自身の素早さアップのやつですね。範囲もそこそこのやつで、巨像を持ってる、センチネル、木装を持ってるじゃん、ブレイブアップ、フェイスが持ってる、アトラクトブレード持ってる、セイントヒール持ってる、混合を持ってる、混合はあんま関係ないか、ディレイブバスター、クリティカル発生時、あ、これもねクリティカル発生時だね、うん、発動条件ね、クリティカル発生時確率でスロー効果。いやどうだろうね、パッと見た感じ、素早さ、器用さ、素早さ、器用さ、器用さ、素早さと攻撃もそこそこあるな。まあ完全になんか素早さ早い、クリティカル高い、トリッキーなキャラクターって感じするな。うん、なんかすげえトリッキーだね。うん。で、サポータビリティがヒットポイント上限アップ、防御力アップ、勢いに乗る数、素早さ、クリティカル発生率アップ。おお、こっちは日輪なんだ。なるほど。ユイナと対をなす効果っすね。攻撃クリティカルダメージアップ、闘魂ある。いや、もうこれ完全に決まったわ。しのちゃんならこれ勢いに乗るすと、この日輪の印で、もう完全にこいつもクリティカルだね。うん。完全にクリティカル特化、クリティカル特化キャラだな。完全なクリティカルだ、こいつ。挑発。対象にバーサーク効果、パラディンカードダメージ軽減、心眼は回避、うん、こいつ回避運用も多分できるんでしょうね。いやー強そう、強そう、回避運用、まあ、強そう、トリッキー、トリッキーで回避運用、素早さあって回避運用もできそうなんで、うん、アトラクトブレードも持ってるしね、うん、回避タンクもできるね、強そう。ただし、ユーナがいるんで、うん。必中ユーナがいるんでね。ユーナにちょっとメタ張られちゃってるね、ティーダさん。いや、ティーダ強いわ。うん、回避特化だ。うん、強い強い。攻撃もできるし、回復運用もできるし、いいね。いや、ティーダも強いな。で、マスターアビリティもね、水属性、まあ、最近のね、お決まりのやつね。プラス、自身の防御貫通率アップが、自身の防御貫通率プラス20。やっぱ、だから、タンクもできるね。うん、強いわ。まあ、このゲームさ、よくできてるから、まあ、弱いやつあんまいないですけど、強い、普通に強い。うん。いやーこれさ、PVP もやっぱハマっちゃう気持ちわかるよね。よくできてるよね。すんげえよくできてるわ。いやーこいつも強いね。うん、ユーナもさっき見てきて、相当強いっすけど。いやーこいつも夢あるわ。回避しつつ、クリティカルで攻撃しまくるっていうね。そういう感じだろうな。完全に攻撃振りもありだしね。いやでもしのちゃんだったらこいつはあれかな、タンク運用するかな、回避タンク運用するかな、しのちゃんだったらね。
いいっすね。まあそんな感じで、だから投稿もありだよね。いや、会費パーティーにまた新しいメンツが加わって、今流行りのね、会費パーティーがより盛り上がるんじゃないかなって思います。ただ、必中持ちのね、ユーナとアーロンがいるんで、まあだから会費 VS 必中っていう戦いになっていくのかな、これからね。それもそれでつまんないよね。その二極化しちゃうとつまんないよね。会費 VS 必中の戦いになったらつまんないよね。まあ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 。まあそうだよね。つまんないよね。まあでも結局さ、運だからね。結局笠原さんみたいなああいう感じがね、PVP で勝ったりするんでね。まあでもやっぱ必中は大切かな。まあしのちゃんだったら回避運用よりやっぱ必中。しのちゃん的にはこのやっぱユーナのインパクトの方がでかかったな。ユーナの方がちょっとインパクトでかかったっすね。まあそんな感じで。まあ、ティーダはね、まあ、配布で配ってくれたしね。まあ、やる、まあ、3突くらいかな。やるにしてもね、3突で止めるかな。まあ、ほんと、先ほどのユーナの動画でも言いましたけど、まあ、今回はね、もう、ちょっといろいろね、もう、厳選層、ちょっと、若干不安な感じもするので、ちょっと課金いつもより抑えていくんで、今回はね、貫突1キャラでとどめとくつもりなんですけど、それをね、下手すりゃ貫突しないかもしれない。誰か一人すら。マックス4突止めにするかもしれないですけど、まあ、誰を取るかって難しいとこだね。まあ、ティーダはないな。ユーナかアーロンどっちかっすね。いやー、難しいね。本当に難しい。誰を、貫突もしくは4突止めにするか。まあ、ティーダはしのちゃんしないな。するならユーナです。まあ、そんな感じで、ティーダも強いと思います。どうもありがとうございました。